はい、こんにちは。フォトジャーナルペースのゆうです。今日は桜のね、撮影についてね、お話ししようかなと思います。で、今ね、雨降ってるんですけども、先ほど午前中にちょっとね、桜の様子を見に行ってきました。で、持っていったカメラはこちら、ZV-E10 に単焦点レンズのソニーの純正レンズ SEL35F18 です。フルサイズ換算で 52.5 になります。なので、標準域の単焦点レンズになります。今ね、ここ桜も一応置いてるんです。これ100均で買ってきた造花なんですけども、毎年僕ねちょっと100均で造花買ってちょっと部屋に飾ってます。まあ、こういうのもね、買っておくとね、撮影のね練習とかにもなりますのでね、背景ぼかして撮ったり、そういったのにね使ったりするのも初心者の方はねいいのかなと思います。はい、ということでね、桜の撮ってきたお話なんですけども、まあ、このね ZV-E10 に単焦点レンズつけていきました。で、雨がね結構降ってて、傘持って撮影するのでさっとね撮りたいので、このズームができない単焦点レンズの方が僕はね結構雨降ってる時とかはね好きです。まあ、ZV-E10 はね、このズームレンズ使う時はね、このキットレンズ使うとね、パワーズーム使えますので、まあ便利なんですけども、まあ、僕はさっと撮りたいので、よくねこの単焦点レンズ使います。で、手ブレ補正入ってますので、傘差しながらでもね写真撮るとき、手ブレ補正がね入ってないレンズよりかもいいのでおすすめです。まあ、よくね僕シグマの 18-50 とかも使うんですけどね、 F2.8 同士の、まあ、あれ手ブレ補正入ってないのでね、この ZV-10 の組み合わせだったら、まあ、片手で撮るときなんかはねちょっと手ブレしてしまう可能性もありますので、こっちを今日はつけていきました。で、今日はねちょっとその桜の撮るポイント、雨の日とかにね桜を撮るポイントなんですけども、まあ、雨じゃなかったも、まあ、共通して言えることなんですけど、僕がね桜を撮るときに注意していることは、まずね一つは明るさというか露出ですね。で、二つ目がやっぱりね、雨の日だからこそ撮れるような印象的な写真とか動画を撮るように心がけています。あとは傘持ってね撮っているので、フォーカスがね、この桜に合いにくい時があります。いろんなところにね行っちゃったりして、そういった時のフォーカスの合わせ方のおすすめ方法なんかもお伝えしようかなと思います。で、露出なんですけども、まあ、基本的に露出はカメラっていうのはね、 F 値、レンズの絞りバネを調整する F 値と、あとはねシャッター、ここのねシャッター膜が降りるシャッタースピードと、あとはねカメラが電気的に明るさを調整する ISO 感度の3点でね、カメラっていうのは明るさを調整します。露出ですね、調整するんですけども、今回はこの絞りと、あとはね露出補正っていうのがあります。それのみで露出を調整今回はしています。で、桜っていうのはやっぱりね白っぽいので、結構ねカメラ任せに撮ってしまうと結構暗く映るんですね。で、そういう時に露出調整が必要になってくるんですけども、僕はねこの ZV-E10 なんかは結構 A モードか P モードで撮ります。もう簡単にちょっと済ましたいので、 P モードの時とかはここのダイヤ回すと絞りとか調整することができますので、絞ったり背景をぼかしたりっていうこともできます。で、 ZV-E10 の場合だったらここね背景ボケとかを押すと、さらにね簡単にワンタッチでね変更もすることができます。これ、ね、単焦点レンズは F1.8 なので、まあ、すごくね背景をぼかして撮ることもできます。はい、でね、桜先ほど言ったようにやっぱり白いので、カメラがねちょっとね自動的に合わせると暗く映りがちなので、ここのね下を押すと露出補正が出ますので、まあ、そういった時に明るく映したい場合はプラスの方に持っていってあげる、で、暗すぎるなと思ったらマイナスの方に持っていってあげると明るさの調整が簡単にできる露出補正です。まあ、この補正をすることによってね、カメラが自動的にねシャッタースピードとかね絞りっていうのを調整してくれます。もちろんね絞り優先の時はシャッタースピードを調整してくれたりします。まあ、その辺はねちょっと難しい、初心者の方にとっては難しいので、また今後ねモード説明の話もしたいと思うんですけども、まあ、今回使ったのは絞りと露出補正ですね、で撮りました。で、実際ねちょっと撮ってきた映像を流そうかなと思います。はい、今ねこんな感じでね川流れてます。それをねバックに撮ってもいいかなと思います。はい、こんな感じですね。で、ぼかすとこんな感じになります。はい、
で今日はね雨なので、まあそれなりの雨が降っている桜の写真を撮りたいんですけども、まあ一つ目はね、こういった感じで雨の時は水滴がつきますよね、桜に。まあ、それをねちょっと印象的に、まあ、撮っていったりするのも面白いです。まあ、水滴と撮るのもいいと思います。で本当はねマクロレンズとかの方がいいんですけども、これはね最短撮影距離がセンサーから30センチになります。ちょっと片手なのでピントが、本当はタッチフォーカス使いたいんですけども、やっぱり桜撮る時のポイントとしては僕はやっぱり、一つは明るさ、露出ですね。露出はちょっと桜撮るの結構難しいと思いますので、花びらがね結構白いので、普通に撮ると暗く映りがちになってしまいますので、それはねちょっと露出補正とか使って撮っていくといいです。あとはねやっぱり時間帯も大切ですね。夕方とかね朝の時間帯、朝日が当たる時間帯とかね、よりね印象的に桜を写すことができます。まあ、でも今回はもう曇り空で雨の日ということで撮っていますけども、まあ、雨の日なんかもね普段見ることのできないね雰囲気のある写真を写せますので、まあ、もしよかったらね雨の日もちょっと濡れてしまってあれなんですけども、カメラにね気をつけて、これ ZV-10 防塵防滴じゃないのであまりね濡れないようにして撮ってみてください。まあ、まだ全然咲いてないのでね、だいぶ桜撮ってる人はいないですね。しかも雨なので、まあ、気になったらねいろいろな角度で撮るのがね一番いいと思います。これなんか結構暗めになってたので露出補正でプラス 1.0 にしています。こんな感じで写すことができます。で背景ボケボタンを押すとさらにね背景ボケます。結構ね桜とか撮るときにピント合わせるのって難しくないですかね。まあ、そういうときってねフォーカスモード、カメラにはフォーカスエリアがありまして、アップにします。僕はファンクションボタンの中にフォーカスエリア入れています。ここはねワイドが多分ねデフォルトになっていると思います。全体にフォーカスエリアが来るようになってますので、桜を撮るときなんかはこういった感じでいろんなところにねピントが合います。でさらにその範囲を狭くしたい場合はこのねゾーンっていうね、ここ中心付近の9マスの中でフォーカスを自動でねオートフォーカスしてくれます。でさらにもっとね狭くしたい場合っていうのはここ中央ですね、中央重点ということでここ中央だけでピントを合わせてくれます。で他にはフレキシブルモードっていうのがあって、まあ、自分のね任意の点にこのポイントを持っていってフォーカスを合わせることもできます。で僕がだいたい使うのがこの中央ですね、画面の真ん中ですねのところに被写体を持っていって
ピント合わせてくれるっていうような方法です。まあこれだったらね、結構被写体を真ん中に持ってきておけばピントは合わせやすくなりますので、僕はね、雨とかそういった片手が使えない時とかは結構ね、中央フォーカスエリアしています。で、他のところにどうしても合わせたい時はタッチフォーカス使うとこれ移動しますのでね、で真ん中押すと戻りますので、まあ、本当にピントが合わしにくくて辛い人っていうのはこの中央重点結構おすすめです。はい、まあ、ちょっとねフォーカスが合いにくい場合はフォーカスエリアを中央にしてあげると結構いいかもしれないですね。F 値を下げて、まあ、動画でも一緒のような感じですね。まあ、動画だったらこういった感じでピントを送って撮ってもいいかなと思います。それはこんな感じで、まあ、他にもね本当にいろいろ撮影桜のね撮り方っていうのはまあいろいろありますけども、今回ねちょっと咲いてる桜が少なかったんですけども、その中でもねまあこういった感じで少ないなりにもね雨の中で楽しむこともできますので、今回はちょっとねシェアしようと思って動画を作りました。はい、ということで、まあまとめますと、まあ桜をね撮るとき僕が一番ちょっと気をつけているのがその露出ですね、明るさ、あとは背景をぼかすとかね、ぼかさないとかも、写真、映像をね、見せる上で印象がすごく変わってきます。で、雨の中なので、やっぱり雨っぽい写真を残すということで、まあ、いろいろ試してみたらいいかなと思います。で、あとは傘持ってて、ちょっとね、フォーカスを合わせにくいときは、中央重点使うと、結構ね、被写体、ピント合わせやすいということです。はい、ということで、今日の動画はこんな感じで、終わろうかなと思うんですけども、ちょっとね、分かりにくかったらまたコメントいただければと思います。はい。まだね、これから桜の時期どんどん続きますので、僕もね、この時期は桜中心に撮影していこうと思いますので、またね、どんどん桜関係の動画アップしていきますので、またね、よかったら見に来てください。それでは本日の動画は以上になります。それでは。